15,900人のファンが日本武道館を揺るがします。熱き熱き春一番の激闘日本武道館。ファイナルマッチは天竜源一郎スタン・ハンセン組対テリー・ゴディ・スティーブ・ウィリアス組の世界タッグ選手権試合でございます。まずはチャレンジャーチームの登場、注目のミラクル・バイオレンス、テリー・ゴディ・スティーブ・ウィリアムスの入場であります。ここまで無傷の9連勝、勝ち気の勢い、あの最強チーム五輪コンビ鶴田八鳥もピンポール勝ち。このところ例を見ない稀に見る外人強者チームの出現でございます。いよいよ最大の山場、世界タッグ挑戦、政権交代の可能性は十分にあります。一気にリングを占拠、一気にリングを占拠。チャレンジャーチームスティーブ・ウィリアムス、テリー・ゴディ組、今リングにやってまいりました。何しろあれよあれよ波に乗ってしまった殺人魚雷コンビ、チャレンジャーチーム堂々の入場。今夜天竜ハンセンを破れば第11代世界タッグチャンピオンの座につきます。恐怖のスーパーデンジラスゴディ・ウィリアムス、一気に日本武道館を占拠しました。さあ続いての登場は世界タッグ王者チーム、超党派天竜ハンセン組の登場。王者チームにとりましては圧力王戦になります。天竜ウィリアムス等の第一アクシデントが発生しています。赤信号点滅の王者チーム、さあ挑戦者チームは怒涛の勢いゴディ・ウィリアムスに待ち受けています。さあパワーにはパワーで対抗するのが天竜ハンセン本来の姿でありますが、天竜の負傷があります。大ピンチです。天竜がいかに根性を発揮してもレスリングの支えになる右足、今王者チームやってまいりました。おそらく気持ちは揺れ動いてるんではないでしょうか。天竜の気持ち、さあタイトルは守れるのか。守るにはパートナースタンハンセンの凄まじい超馬力が必要になってまいります。今夜こそ天竜ハンセンの心の絆が大事な要素になってまいりました。 BWF ロードブレアスによりますタイトルマッチ宣言です。Between the challenger Terry Gordy and Steve Williams from the United States and the champions Genny Richel, Tenaru and Stan Hansen. This great event under the authority of the Pacific Wrestling Federation, March 6, 1990. May the best team win.すでに世界タッグのベルトが上位さんに預けられました。王者チームのハンセン天竜組、去年10月20日名古屋で鶴田康の五輪コンビからタイトル奪取、暮れの最強タッグリーグ戦も史上初の全勝優勝、この全勝優勝で世界タッグのベルトを守りました。さあ60分の一本勝負、世界タッグ選手権、天竜デビュー以来初のギブアップ負け、鶴田のデスロックに力尽きて2試合欠場、大ハプニングのエキサイトシリーズ、しかし戦う男は歯を食いしばって戦場へ復活してきたんであります。両チームの紹介、全日本マット初登場、タイトル奪取があれば存在感もアップしてきます。ウィリアムス、外人のトップの座をつかむか、大きい強い超パワーテリゴディ、これが外人トップの座を守る、今後を左右する大事な防衛戦ハンセン、苦しい時こそ底力を発揮する男です。革命児の強さを見せてほしい天竜。さあ先ほどちょっと放送でお伝えしましたが、何しろ天竜選手の右足首捻挫が悪化しています。若林さん、はい、実際本当良くないんです。良くないと言いますのも、もう痛み止めの注射が効かなくなってるぐらいなんです。しかしですね、天竜選手はこのリングシューズの下のバンデージの上に V2 と書いて、そしてリングシューズを履いて、気迫だけは十分です。天竜選手の気持ちが分かります。若林アナウンサーのリポートでした。さあ馬場さん、王者チーム非常に苦しい展開になると思いますが、この見どころからお願いします。そうですね、まあ、ウィリアムスとね、はい、ハンセンと似たようなタイプなんですよね、セオリーがないんですよね、はい、もう暴れまくるだけでですね、ですからそういう意味では非常に天竜もやりにくいと思うんですよね、さあ今ゴングが鳴りました。15,900人の大歓声はものすごい、スタン・ハンセンとテリー・ゴディの対決から始まってまいりました。竹内さん、はい、ゴディ・ウィリアムスは、
当然のごとく天竜の右足首狙ってくるでしょうね。これは上等手段ですからね、当然狙ってくると思いますね。そうですね。しかしこのテリゴディとスティーブ・ウィリアムス、全日本マットで初合体なんですけれども、あまりにも順調すぎますよね。非常に快調に飛ばしましてね、このシリーズ全く無傷ですからね。そうですね。今夜は世界タッグという超大きなベルトがかかっているんです。さあ非常な攻めを見せてくることでしょう。さあスタンハンセンに今カウンターのエルボー、馬場さん、テリーゴディのエルボー今凄まじい当たり方でしたね。やっぱりね、そのゴディは、はい、強力なパートナーを本当にもう勇気100倍というか、勇気十分というかね、もう気分も乗ってますよね。はい、そうですね。これが強い強いテリーゴディであります。あの前哨戦でオリンピックコンビを撃破いたしました。あの勝負もまさかと思ったんですが、五輪コンビ鶴田やつから P4 を奪ったテリー・ゴディとスティーブ・ウィリアムス、これで本当に波に乗りましたね。竹内さんね、完全に自分たちのペースを使いましたね。竹内さん、天竜が出てまいります。右足首の動きちょっと注目してお伝えしてまいりたいと思いますが、気にしません。大勝負には強いぞ天竜。相手はテリー・ゴディだ。魚雷ラリアット浴びた。ドーンと腰が落ちた。ドーンと腰が落ちました。これが天竜の表情だ。私はここ3年反骨の天竜、革命の天竜、鶴田と違う激しい天竜しか見ていません。したがいまして右足首負傷の事実をキャッチしてはいますけれども、びくともしない5体の輝く天竜を期待したいと思います。さあスティーブ・ウィリアムスもここで一気に天竜潰しに出てまいりました。チャレンジャーチームの勢いがいい。まだまだ勝負は序盤戦、はい、天竜が投げられましたね。やっぱ走る時にもうスリップを踏んでましたしね。そうでしたね。全くフットワークを取れない状態。逆エビボストンからのハンセン出てきた。ハンセンのチョップがスティーブ・ウィリアムスの熱い胸板をつきました。今度もハンセンとスティーブ・ウィリアムスであります。したがって音天竜もこれに加勢、背中を打っておりますが天竜です。やる気を見せます。これが天竜魂だ。革命児天竜、ちょっと表情が曇りがち。右足の動きをどうか。まさかラリアット入った。ラリアットいきました。そして回転してスタンハンセンにつなぐんです。竹内さん、戦略としてはやはり王者チームはスタンハンセンの出番が当然多くなるでしょうね。こうなってくるでしょうね。そうですね。それで逆にですね、ハンセンがですね、はい、スタミナ的にロスしていくとですね、はい、チャンピオンチーム非常に苦しい試合展開になってきますね。力と力の攻撃になってまいりました。スタンハンセン一人に責任がのしかかってまいりました。世界タッグの選手権試合、しかしゴディも今戦ってウィリアムスも外人トップの座からスタンハンセンを引きずり下ろそうと猛然と襲いかかるんではないでしょうか。ハンセン一人にこのミラクルバイオレンスの合体殺法でも来たら、ハンセンどうでしょう、大きなダメージを受けると思います。さあスティーブ・ウィリアムスだ。徐々に力を発揮してまいりました。対角線上にハンセンを投げた。なんだタックル、うわっとうまい。ハンセンの右足が先、顎を砕きます。ここでテリー・ゴディが出てまいりました。さあかつてはこの2人が世界タッグのベルト持ってたんですもんね。持ってたことがありましたね。時代は変わりました。現在は日米合体チーム、天竜源一郎とスタンハンセンが王者チーム。テリー・ゴディをダブルタックル、あっとヨロヨロした天竜、支えになります。右足がフラフラの状態。さあこれでは打ちましたね。右足首で円錐を打った。さすがに天竜であります。右足負傷の大きなダメージがありながらも残されました。鋼鉄のような肉体を駆使してあくまで一撃必殺を狙います。天竜源一郎、勇ましい天竜プロレスに私たちも酔いしれます。さあスタンハンセンを呼び起こしてまいりました。さあ王者チーム、ここでうまく呼吸を合わせてまいりました。武井さん、このミラクルバイオレンスチームを打ち砕くためにはあの地獄技合体パワーボムが絶対条件だと思うんですが、どうですか。そういうですね、画期的な技が出てこないとですね、はい、なかなかこのチームは攻略できないでしょうね。そうですね。王者チームのスタンハンセンが捕まりました。テリーゴディ対スタンハンセンの外人トップの座を巡ります。この攻防をテリーゴディが打っていく。前に出た。怒ったスタンハンセン、猛然と野獣とかして襲いかかればヘッドバットを打ってまいりました。あの東京ドームで見せたように野獣ファイト、喧嘩殺法が蘇ってきた。さあそのスタンハンセン、さあ2人がかりの攻撃、時間差ラリアットか。おっと左のラリアット命中。テリーゴディを倒した。今度はエルボーを打っていきます。天竜であります。表を打たせました。本当に力強い男、天竜同盟誕生以来常にマット界を揺るがせてきた男、これが天竜源一郎であります。
勇ましい天竜のプロレスが今夜も日本武道館の超満員のお客さんの胸を打っております。さあ王者チームのつなぎが非常に早くなりました。王者チームはあうんの呼吸が出てきてますね。竹内さんどうですか。そろそろ出始めてますね。はい、勝負タイムは今5分が経過。日本武道館15,900人。さあこの15,900人の見ている前でベルトの移動が果たしてあるのかどうか。さあチャレンジャーチームはスーパーデンジラスボディウィリアムス組、力では力ではどうでしょうか、天竜が右足首を痛めているだけ、それだけ力ではテリーゴディスティーブ・ウィリアムスが上回っているかもしれません。この男が天竜源一郎であります。テリーゴディとのパワーボム合戦も見たいと思います。さあリング上スタンハンセン、ここで天竜と呼びました。2人は天竜、そして天竜はスタンと呼んでいます。さあテリーゴディを潰しにかかりました。2人がかりの攻撃、エルボー、1ダース行くか、すごいリズムだ。スティーブ・ウィリアムスここで出てまいりました。60分の一本勝負であります。右の足首悪化はしておりますけれども、その足首のバンテージに包帯に V2 と書かれております。天竜です。気持ちが分かります。さあ防衛なるかどうか、どうでしょうか。リングの中央落ち着いた王者チーム、さあスタンハンセンと天竜の作戦は果たして何でしょうか。力任せにどんどん前に出ていくのはこのテリーゴディとスティーブ・ウィリアムス組でありましょう。さあチョップ合戦、右足首の移動はどうだ。ちょっと苦しそうだが右足が交差するときが危ない。スティーブ・ウィリアムスにつないだ。2人がかりのツープラットのダブルタックル、豪快に決めました。この竹内さん、ダブルタックルは、初来日第一戦の後楽園ホールから見せましたよね。ともかくパワーがありますよね。いパワフルな攻撃、一発で吹きますからね。そうですね、まさにミラクルバイオレンス合体殺法。さあ鶴田馬場さん、マナ弟子、天竜の表情どうですか。ここまで非常にね、はい、やっぱり足を気にしてますよね。足を気にしてる、ちょっとフットワークが鈍りましたか。力で抑え込もうとするスティーブ・ウィリアムス、また追いかけてたまらずスタンハンセンにつなぎました。スタンハンセンの右足のキック、さあハンセンとスティーブ・ウィリアムスの対決であります。さあ次期チャンピオンカーニバルもこの両選手はやってまいります。スティーブ・ウィリアムスドロップキックを打ちました。外人トップの座がかかってますよね。竹内さん、そうですね、その憤りが感じられますね。ハンセンかなり出番が多くなってますね。出番多くなってますね。本当によくやっています。しかしハンセンも竹内さん、東京ドームで見せた野獣ファイトね、喧嘩殺法がこのシリーズ出てますよね。あれがハンセンの持ち味ですからね。そうなんですね。責任を十分に感じる男、スタン・ハンセンであります。さあスタン・ハンセンが頭を左右に振っています。さあここで一気にチャレンジャーのテリー・ゴディが来ますか。やはりこう見てますと竹内さんですね、テリー・ゴディが本当に大きく見えますね。今日はテリー・ゴディのファイトがですね、はい、本当に光ってますね。光ってますね。スティーブ・ウィリアムスというパートナーがいまして、このテリー・ゴディ余裕のレスリングを見せています。波に乗っているテリー・ゴディ。さあハンセンも一つ返した。このパワーの差、テリー・ゴディのエルボ、ね、あの重戦車ハンセンを倒しました。ウィリアムスが力をつけてまいりました。いや本来の力を出してきたというべきか。そしてテリー・ゴディの竹内さん、馬場さん、やる気と自信がとてつもなく怖く感じますよね。やっぱりウィリアムスに伝わってね、はい、やっぱり今まで対戦したことのないようなスタイルだと思うんですね。なるほどね、そうですね、今攻めております。ウィリアムスが30歳、控えに入りました。ゴディが28歳。この年齢は竹内さん、レスラーとして油の乗り、それから2人の力強い結束、もう今最高のコンディションじゃないですかね。ますますこれから良くなってくるでしょうね。そうでしょうね。そのミラクルバイオレンスチーム、まさにスティーブ・ウィリアムスにとりましては特に新天地での、野望に燃える気迫、目に見えない凄さ、これに圧倒されています。さあハンセンから王者チーム、天竜だ。天竜が前に出た。さあ力強いチョップ、ウィリアムスが受けます。猛然と受けます。うおっと、胸を出してますね、胸を出してますね。強い。さあ下からかいくぐって、なんだボストンクラブに行くのか。本当の力強さを発揮してまいりました。ここまでの流れから見てこのミラクルバイオレンスチームですけど、竹内さん、どうですか、ブロディ・ハンセンのミラクルパワーコンビを超えるチームになりつつありますが、どうでしょう。このままの勢いで伸びてくるとですね、十分その可能性もありますね、はい、そうですね。さあテリー・ゴディがここでマリアット、どうだ、体ごと持ってきましたね。どうだ、天竜我慢できるか。天竜大の字、今のはすごい距離ラリアットだ。
さあそのテリー・ゴディ、テリー・ゴディは4月13日の WWF 日米レスリングサミット東京ドームにも出場決定。日本のファンに強烈なインパクトを与えています。さあテリー・ゴディが前にまた出てまいりました。大きなモーションからパンチ、世界タッグ選手権今10分が経過。さあスタン・ハンセンが猛然と襲いかかります。エルボーが相手のテリー・ゴディの胸をえぐりました。さあ今度はブレンバスターか、スタン・ハンセンのブレンバスター低い姿勢から打ちました。この両者が世界タッグのベルトを守っていた時代がありました。今両選手分かれています。俺たちはスタン・ハンセンを超えると、こう力強く宣言しているテリー・ゴディとスティーブ・ウィリアムスの両者であります。さああのブロディ・ハンセンを超えたのか、ミラクル・バイオレンスチーム、王者チームも頑張ります。なんとしてもベルトを守りたい天竜、そしてスタン・ハンセン。さあテリー・ゴディがコーナーに送られました。ここで天竜が出てまいりました。円錐一発、リングの中央だ。まだパワーボムを出してない、まあ、さあ円錐を打った。そろそろパワーボム合戦があるか。まずはボディスラム叩き落とした。天竜がセカンドラップ、トップラップ、逆のエルボーとした。天竜らしい。さあ天竜殺しのテクニック、そのパターン、スティーブ・ウィリアムスが出てまいります。2位を当てました、キックを当てました。天竜の厚みに泣いた、猛烈に打ち込んでまいります。スタン・ハンセンもこれに応戦。さあ天竜我慢できるか、エプロンサイドだ。スティーブ・ウィリアムスの猛烈な1ダースキック、さあたまらない。ハンセン猛然とここで襲いかかります。まだしかし天竜ノータッチ。さあ天竜とテリー・ゴディパワーボム合戦があるか。14歳の時ルーテーズから学び取ったのがガンス・ゴディのパワーボム、そして58年8月にゴディのパワーボムを受けて破壊力抜群のパワーボムを浴び出したのが天竜であります。さあこの辺が作戦です。あーこれはまずいですね。ハンセンの顔面ヒット、天竜の円錐が顔面ヒット、そしてパワーボム、スティーブ・ウィリアムス横抱き、横から思い切ってショルダーを当てました。スタン・ハンセン場外、パートナーのスタン・ハンセン場外、天竜の円錐顔面ヒット。さあスタン・ハンセン、パートナー天竜の顔面攻撃を受けてしまいました。さあ左のももを狙っています。今度は右足を狙うのか、右足だ、怖い、右足を狙った、ステップオーバーのトーホールド、膝十字に入りました。テリー・ゴディ、しかもアキレス腱も決めてますね。さあ怖い、辛い、天竜我慢できるか。選手権が勝っている。アキレス腱を引っ張る、抑える、引っ張る、効いている。天竜間に合った、サードロープに手が出ました。さあ今度はスティーブ・ウィリアムスがまた右足首を集中攻撃、右足首捻挫悪化。さあシューズで見えませんが、豪快には世界タッグ V2 という、言葉が書き込まれております。天竜の気持ちが分かるような感じがしますが、しかし足首を狙えています。手負いの虎天竜、ここを狙われたら馬場さん、どんなレスラーでも攻撃できませんよね。相手の弱みをつけ込んでくるのが、はい、ありませんね。私も控え室ではっきり見ました。おまんじゅうのようなコブが足首にできているんです。辛い、本当に天竜辛い。我慢します。また食らいつく。大きな竹内さん、ここは山ですね。ここは頑張りどころですね、頑張りどころ。天竜引っ張り込んだ、この右足首ガンガン容赦なく攻めます。そしてテリー・ゴディがまたやってくる。さあ何でいくか、踏みつけた145キロ、左足で返そうとする気迫を見せます天竜。壮烈な試合になってまいりました。世界タッグ選手権試合、15,900人、この勝負に酔いしれています。また足首を振り回す、またパンチを打ちます。すごい攻撃、もう一点主義ですね、竹内さんね。もうそこだけを狙ってきてますね。ウィークポイント、確実に狙ってきています、テリー・ゴディ。さあ一気に世界タッグのベルトを取るか。テリー・ゴディが取ればサソリですかね。取れば11代の世界タッグのチャンピオンだが、サソリ型でスコーピオンデスロック、パンチ中ス、ハンセン体当たり、不正だ。ハンセンまだ勝負の権利はない。しかしスコーピオンデスロックで完全に天竜の右足首、大きなダメージを受けた。またスティーブ・ウィリアムスが攻め込む。我慢の天竜、我慢の天竜、天竜頑張れ、天竜頑張れ。
天竜頑張れ。さあしかし参った、これは参った、つらい、天竜つらい、天竜つらい。今勝負は15分が経過、まだ右足首を狙っている。またテリゴディが抑え込んだ。今度はエルボー、どこまで我慢するか、どこまで我慢するか。男の中の男天竜、つらい。こんなに攻められない天竜を見たことがありません。さあ天竜、革命児天竜、逆転の可能性はないのか、逆転の可能性はないのか。さあスティーブ・リアムス、ステップオーバーしたぞ。トーホールドだ。さあまた攻め込んでいきます。余っている左足、蹴り返し天竜、激しい勝負だ。右足首は相変わらず狙っている。ステップオーバーのトーホールド、1回転した。今度は足4の字を狙うのか、それともスコーピオンデスロックに行くのか。左足で外した、ここで戻りたいですね。完全にダイビングタッチでもいいが、ここはもう完全に右足首で動けなくなりました。天竜つらい。さあ政権交代があるのか。さあ波に乗っております。殺人魚雷コンビ、徹底して天竜の右足首を狙っている。激しい勝負、世界タッグの選手権試合。さあステップオーバーのトーホールド、また当然足首を狙っている。また左足で蹴り返した。天竜戻れ。ハンセンにタッチだ、ハンセンにタッチだ。しかしスティーブ・イアムズが一気に今肩を当ててまいりましたが、さあ場外に送り出されたのが スタンハンセンが場外に来た。なんだ、椅子を持っている。またスティーブ・ウィリアムズが天竜の右足首を狙いそうだ。さあ狂気を持った、スタンハンセン。これでテリー・ゴディがまたやってきた。バックドロップ、スティーブ・ウィリアムズリング上、バックドロップ、場外。テリー・ゴディとスタンハンセン、危ないぞ。リングの中危ないぞ。なんだ。さあ場外は、スタンハンセンとテリー・ゴディ、ちょっと危ない。さあなんだ、右足首をデスロックか、インディアン、デスロックに入りましたね。リバースデスロック、どうだ、ゴングが今鳴ったような感じがするが、あ、鳴らされた。ギブアップだ。王座交代か、まだ手が上がりません、分かりません、どうでしょう。ここで王座交代が告げられました。大ハプニングが発生しました。苦しかった天竜、最後はリバースインディアンデスロックによりまして、とうとう天竜ギブアップ。あのジャンボ鶴田に攻められてギブアップしたところですね。全く同じ箇所ですね。本当ですね。敗れました。ハンセンが天竜を蹴ってますよ。待ってください。おっと、どうしたことか。スタンハンセンがパートナーの天竜の足にブルーロープをかけて、なんだ、どうした、何が起こっているんだ、何が起こっている、ちょっと分かりません。これはどうした、あれだけ心の絆で結ばれておりましたハンセンと天竜、この日本武道館でベルトを失って分裂。武井さん、馬場さん、どうしたんでしょう、これ。そうですね、ハンセンと天竜の、分かるでしょうね。これはジャンボが入ってますね。鶴田が来ました。三冠王者防衛した鶴田が来た。鶴田がスタンハンセンにジャンピングに、ここで隔離が、三つどもえですね。待ってください、これは三冠選手権に発展するのか、三つどもえの行動、何が何だか分かりません。日本武道館大ハプニング、喧嘩別れだ。スタンハンセンと天竜、喧嘩別れだ。大変な日本武道館大ハプニング。さあ鶴田もリングの中で何か叫んでいる。鶴田が形としては天竜を助けた感じになってはいますけれども、さあ鶴竜コンビがここで誕生するんでもないですね。ジャンボがですね、天竜に助けに入ったんじゃないかと抗議してるんですけどもね、言ってますよね、はい、やっぱり天竜選手はそれを固くなにやっぱり拒んでますね。さあどうなるんでありましょうか。大ハプニングが起こりました日本武道館。